どうも、投資家ホリックです。日本は失われた30年に苦しんでいます。上がらない給料、異常なほど高騰する物価なのに、 SNS では金持ちがバカみたいに散財してる、本業のサラリーだけでやってられるかと、多くの人が副業に手を出して己の生きる道を模索しています。挫折した人は貧困層として生きるか、無敵の人となって自暴自棄になってしまうなど、現在の日本において弱者はかなり生きからくなっています。ニートの私は生活保護も憧れますが、支給額は年々減額されているようなので、あまり夢がないように感じてしまいます。点点点、年功序列が染みついて副業慣れしてない日本人は、副業を始めるも副業をめぐるトラブルが頻発してるそうです。 YouTube などでも副業をしませんかという広告が散見されます。しかし、そのほとんどというか全部が広告詐欺でしょう。月に40万円稼げる転売ビジネス、初心者でも簡単にできるなど、知能指数を疑うような甘い勧告につられて副業ビジネスに手を出すも、契約料などの名目で数十万円徴収されて逆に資産をすり減らすという残念な事例が後を絶ちません。点点点、心の隙間見つけ込んでという古典的な詐欺は、昔も今もこれからもって感じでなくなることはありません。投資系の詐欺広告で言うと、僕は毎年 50% の投資利益で資産を増やしてますとか、投資を少しでもかじったことがある人が見たら、とんでもないこと言ってるなぁと思うような広告が至るところで垂れ流されています。広告費を払ってでも詐欺広告を打つということは、詐欺に引っかかっているかもがいるということです。副業で本業以上に稼ぎたいとか思う気持ちは、冷静に考えたら異常なことです。投資も副業も冷静に、後悔しないように選択しましょう。点点点、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。